こんにちは、もぐらです。今日はここにたらいがあって、でここにこういう丸いやつがあるんですよ。でそれからこっち、ここにまあこういう黒いやつとか、こういう長いやつとか、まあなんかこういうやつが、こんなのあるんで、これを設置する時のやつを見ていこうと思います。よし、じゃあ設置していきます。まずこれブクブクですね、この黒いやつ JPD です。ジャパンペットデザイン、これ結構大きさの割にブクブクの威力が強いのと、あと静かなんで結構おすすめです。この裏側の足のところにこういうなんかゴムのイボみたいなついてて、このエアポンプ部屋の中で使ってる人って結構うるさいと思うんですよ。でもこの商品は割と静かな方なんでいいかなと思います。じゃあまずポンプ設置するときの注意点一つ見ときます。まずポンプは水面よりも高い位置にセットします。今これ水面より低い場所にあるんですけど、こういう感じ、真横から見たらこんな感じですね。これもしこういう風にやっちゃうと、なんかでポンプ の電気が切れたり、停電したときとかに切れたりしたときに、このホースの中、チューブの中、チューって水が逆流するときあるんですよ、圧力の関係で。でここまで来たったら、そこからもう重力で自然に下がってくるんですよ。でこの中に入っちゃうんですよ。で、まあ、電気の関係があるところに水が流れ込むと危ないので、必ずこういうふうに高いところなんかなかったら、まあ台に乗せるとか、これ確かどっかにフックがあったと思うんですけど、あった、こうなんかかけるのありますよね。だからなんかどっかに釘みたいなの打ち込んで、こうやってカパッて引っ掛けぶら下げとくのもいいと思います。よし、設置完了です。この窓ガラスの向こう側にポンプがあるんですよ。さっき見た黒いポンプです。でこの窓の隙間があるんで、こっからチューブ出してます。この家もだいぶ古いんですよ。でも家が傾いてるんですよね。じいちゃんに聞いたら、まだ牛で田んぼ耕してた頃から、ずっとここにある家らしいんで、もうほらこうやって押しても閉まらない。でまあラッキーなんですよね、ここ隙間があるからここから出せるんですよ。でこの隙間空いてる状態で窓鍵閉められるんでラッキーですね。でここからチューブポート出して、ここで分岐してます。でこんな感じ、この丸いブクブクとこっちのエアーカーテンってやつですね。もうそのままです、エアーのカーテンが出るから、真横から撮った泡の空気のカーテンみたいに見えるんですよ。でこういう風に2つつないでます。よし、じゃあ今度はこのブクブクが強すぎる時と弱すぎる時、どういう風に対処したらいいかっていうのを見ていきます。まずじゃあ強すぎる時ですね、ここのコック、この三つ股のコックで調整します。ここが投げ込みフィルターにつながってる道ですね。こっちの左のこれがエアーカーテンにつながってます。で強すぎる時っていうのは、こっちとかこっちに空気が行きすぎてるってことですよね。圧力がかかりすぎてるんで、圧力をこっちに逃がしてあげるんですよ。右側にここを開けるとプシューって、もう一回やってみよう。今水槽の方に行ってますね、空気が。これを逃がしてあげる、右側にプシューって。今右の方のコックこう開けたんで、空気が逃げてるんですよ。でこうなると水槽の方はこうやって出なくなります。閉めてみよう、今度もう一回閉めてみます。こっちをとこっちがブク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 って、あれ出ない、あって来た来た来た。それで今、空気が強すぎるときにこっちを開けて圧力逃がして、空気のブクブクの威力を弱めるって言ったんですけど、こっちを閉めることでも弱めることできますよ。こっちを閉める、こうやって、もしくはこっちですね、左側こっちを閉める、こうやってやることもできます。まあ、ただこれやるとポンプの本体の方に多少負担がかかるかなと思うんで、個人的にはこっちを開けて空気逃がす方がいいかなと思います。よし、じゃあ今度はブクブクの威力が弱い時の対処法を見ていきます。大前提としてまずポンプの説明書を見て、排気量とか
水槽の大きさが想定されたものと合ってるかっていうのを確認します。例えばまあ極端な話なんですけど、3リットルぐらいの金魚鉢で使うことを想定されたエアポンプを10トンの池とかで使おうとしたらもう絶対威力足りなくて出ないので、そこチェックしないといけないですね。それから合わせて水の深さも関係します。水が深い方が水圧がよくかかるから、やっぱポンプの威力が強くないと出ないんですよ。じゃあ今度はそのポンプの確認ができたら、どっかホースを踏んづけてないかっていうのを見てみます。まあ、シンプルな話なんですけど、例えばこういう風なところでこのホースが水槽の下にこういう風に挟まってたりとかすると、まあ、当たり前ですけどね、ここ潰されるから、空気出ないんですよ。これ結構あるので、それを確認します。今度はそれでも空気が出ない時っていうのは、このチューブに穴が開いてないかをチェックします。これもよくあるんですよ。例えばチューブのここ途中穴開いてたら、ここから空気逃げますよね。こういう風にで逃げて圧が弱まっちゃうから、こっちから出てこないっていうことがよくあります。で確かめ方なんですけど、このチューブを一回水につけるんですよ。ポンプにつなげたまんまチューブを一回水につけて、一番出口のところを指で穴塞ぐんですよね。そしたらもし穴開いてたら、どっかから途中からこうブクブクブクって出てくるので、それで確認ができます。よし、次ですね。まあ今まで言ったの全部やったら大抵出ると思うんですけど、まずポンプの、威力を確認して、その後エアチューブ踏んづけてないかと穴が開いてないかっていうのを確認すれば大体できると思うんですけど、それでも出ないときはこのエアチューブの長さ、ここですね、これが長すぎないかどうかっていうのを見てみます。例えばこの水槽の大きさがポンプの規格に合ってたとしても、このホースの長さが異常に長い時っていうのは、長いほどそれだけ空気を送り出すのに力が必要なので、出ない時もあります。そういう時は必要以上に長いところは切って、すぐハサミで切れるんで、切ってつなぐといいと思います。よし、じゃあ最後ですね。今言ったホースの長さと似てるんですけど、このエアストーンが多すぎないかどうかっていうのを確認します。まあ、今回ちょっと石じゃなくてエアカーテンなんですけど、これがあまりに多すぎると、今さっき言ったようにこの水槽の規格自体が合ってても、増えれば増えるほど空気を送り出すの力がかかるので、力が必要になるので、出ないってことがあります。だからまあそういう時はちょっと数を減らすといいと思います。例えばこの1つの水槽の中に何個も入れてる人っていうのはいないと思うんですけど、水槽をずらーって並べて、チューブを分岐させて、何個も何個も出してるっていう人いると思うので、そういう時はポンプから遠いところの方が、圧が届かなくて出ない可能性もあるので、そういう時は、まあ、1個2個減らして、まあ、ポンプをもう1個買うとか、っていう風にしたらいいと思います。ということで今日はこのエアのセットの仕方を話してみました。まあこのブクブクの威力が強すぎて困るっていう状況は多分あんまりないと思うんですけど、出ないことは結構あると思うんですよ。いろいろ試してもなぜか、空気が出てこないっていうのはよくあると思うので、困ってる時は今日の動画で言ったことを順番に試してみてください。それでもまあ出なかったら、ごめんなさい。よし、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございます。